純一です。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。今日は、真空管アンプ、自作真空管アンプをするということで YouTube のシリーズを、撮らせてもらっていますけども、今日は 6L6GC 三極管接続の、シングルアンプの電源回路の設計を、皆さんと一緒に進めてみたいと思います。で、今日お話しする回路については、いつものようにちょっとホワイトボードの方に、先に、書いてあります。内容を、これから、説明しますので、一緒にですね、考えていただければ、いいかなと思います。で、まずですね、今まで設計をしてきました。出力段の設計と電圧段の設計を一緒にしてきました。で、そこを思い出してもらいたいんですけども、6L6、シングルアンプ、左右使えますので2本です。1本片方のチャンネルあたり 40mA で、それが2回路必要ですよっていうことを今ここに書いてあります。つまり出力段には 80mA の電流が必要ですよっていうことが一つありますね。それから、前段は 12AX7 を使えます。で、1つの片方の回路あたり 1mA ですので、それかける2で 2mA、このアンプは、真空管に対しては合計で 82mA の、電気を流してあげると。それから電圧も、設計した時に 280V から 300V ですよっていうことを決定しましたので、ここにちょっとメモを書いておきます。で、これになるように電源回路を、考えていけばいいかと思います。で、別の YouTube でちょっと書いたんですけども、真空管のアンプを作るときはぜひ整流回路も、ダイオードにしないで、整流管を使って作ってみてほしいと思っています。っていうのはやっぱりこのらしい音っていうのはもうやっぱりこの真空管を使うのがいいと思います。ちょっと消耗品になりますけど、最初はこれでやってみてほしいです。で、やってもうやっぱり消耗品で嫌だなと思ったら、後からダイオードに変えてもらっても全然問題ないですので、ぜひ最初は真空管で試していただければと思います。では、ちょっと話を元に戻って、これ結局ですね、ここで必要なものを書いてあげて逆算していくんですね。で、これは一般的な真空管の整流回路があって、パイ型って言ってですね、ここにコンデンサーが入って2個あってチョークコイルが入る、フィルターの形になってます。もうほとんどこのタイプですね。で、どうしてもここが部品が大きくなるので FET を使ったりする回路もあるんですけども、さっきと一緒です。私は、石をできるだけ使い入れたくないので、コイルを使って、アンプを作りたいと思っています。で、これはですね、ここの部分が電源トランスの部分になるんですね。で、電源トランスは100V、ここを 1G 側とかって言うんですけど、 1G とかって言います。で、この 6.3 とか 250 とか 5V のところを 2G 側っていうふうに、一般的に言います。すいません。で、今回の場合は 6L6 が2本点灯させて 12X7 が1本します。で、この時の電流容量を考えます。6L6 は 6.3V で、確か 0.8A だったと思うので、6.3V の 2A の回路があれば十分です。で、12X7 はどっちかの、ヒーター巻き線と、並行して、並列して、ヒーターをもらえば、全然問題ありませんので、そこからもらいたいと思います。それから、整流管用のヒーター巻き線、ここにあります。今回は、5AR4 っていう、私はちょっと玉を使いたいなと思ってます。ここは、今回の場合は 5Y3 とか、5R4 とかそういった玉でも大丈夫です。もちろん、オクタル管にこだわらないで、4ピンの UX の玉を使ってもらっても、作ることはできます。それから、もうここはですね、もうざっとなんですけど、ここの、300V、280から300V から、280から 320V ぐらいまで、電圧が欲しいとなると、
この B 電圧っていうのは250だとちょっとあまり高い電圧じゃないですけど、280ぐらいがもう目安だと覚えていただければいいかと思います。280から300ボルトぐらいの電源トランスを使えば、だいたいここが300ボルトぐらい取れるようになってます。で、例えばゼネラルトランスさんの、商品カタログを見ると、やっぱりすいません、この辺の電圧にフォーカスしたトランスをたくさん取り扱われています。で、何が変わってくるかっていうと、この取り出せる電流容量っていうのが変わってきます。で、この結局トランスがここが1次側っていうのがあって、2次側っていうのがこういうふうに、この絵の場合は4巻線あるんですけど、そこの、消費電力に合わせて、トランスのコアの大きさとか、まあ、あと巻線の太さっていうのが変わってくるんですね。それによって、まあ、値段が変わったり、取り出せる電力量が変わったりっていうふうになってます。で、今回は、まあ、ここが80で10で、あとまあちょっと後でここを説明しますけど、5ミリアンペアここちょっと使いたいので、まあ大体全部で90ミリアンペア取れるまで取れるトランスを使えば大丈夫です。まあここ私は120って書いてますけど、別に100のトランスを使っていただいても同じような回路を作ることはできます。まあちなみにですね、ここに私はPMC の 150M っていうトランス、か、PMC の100っていうのがありますので、100っていうのがあるので、どちらかを使って作ろうと思っています。まあ、改造を考えなければもう100で十分ですね。後々の、ちょっと改造したいなとか思うんであれば 150M を選んだらいいんではないかと思います。それからまあ、ここで真空管に整流管に B 電圧、高い電圧を加えて、そうするとこのヒーターから電圧が取り出せます。で、取り出した電圧をまずフィルターのコンデンサーに入れてあげます。で、ここはちょっと重要なポイントになるんですけど、整流管によってここに入れられるコンデンサーの容量っていうのが決まってます。っていうのも、電源を入れた瞬間に突入電流っていうのがあって、電気がゴボッとたくさん流れるんですね。で、まあ、どれぐらい耐えられるかっていうのが真空管を作ったメーカーで決めていますので、カタログにですね、だいたい10とか20とか40とか、書いてあります。で、 5AR4 ですと、ちょっと具体的に忘れちゃったんですけど、20マイクロぐらいは全く問題ありませんので、400ボルトの20マイクロのコンデンサーを使おうと思ってやっています。ここはあと一番ですね、このトランス交流を直流に直した直後になってくるので、非常にノイズ成分の多い回路部分になるんですね。ですので、あまり、安いものを使わずに、しっかりとしたグレードのものを使った方が、後々にメリットはあるんではないかなと思う、パーツではあります。そして次の部分が、他の電源回路の話した時にも出てきたんですけど、パイ型フィルターのチョークコイルになります。今回は10ヘンリーの100ミリ以上のものを使ったらいいんですけども、ゼネラルトランスさんではあまり、ちょうどいいものがありま、残念ながらちょっとなかったです。で、まあ一番使い勝手が良さそうなのが PMC の 817H っていうのがありました。これは8ヘンリーの170ミリアンペアの、定格のものです。意味合いとしては8ヘンリーの方が、巻いているインダクタンスです。170ミリの方はこのチョークコイルに何ミリまで電流流していいですよっていうことを決めたのが170ミリです。電流量になってきます。ですね、面白いんですけど、電流をいっぱい流す と、メーカーによってはこれがですね、ちょっと下がってきたりするものも、あったりします。ちなみに DCR は、96オームでした。つまりここは、100オームっていうことですね。で、ここで、だいたい100ミリぐらい流れるんで、このチョークコイルで、チョークコイル
は、10V ぐらい電圧が落ちるっていうことになります。ということはですね、 280V が、整流すると、計算上 1.4 倍して 350V が出てくるんですけど、真空管の、内部抵抗で、まあ、何割か1割ぐらいロスしますので、1割から2割ぐらいロスしますので、300から320ぐらいの電圧が出てくると思います。で、チョークコイルで、今話したように 10V また落っこちますので、ここは300になると、まあ最初に推測立てたのが大体そういう形にはなってくるかと思います。で、ここでもうちょっと回路設計続けていかなきゃいけないんですけど、 12AX7 にこの 300V をそのまんま入れると、ですね、まあいろんな意味で信号がミックスしてしまって、ちゃんと動作しません。ですので、ここで交流的にしっかりと、こっち側の回路電源とこっち側の電源を交流的に分けてあげる必要があるんですね。そのために、抵抗とコンデンサーを使って、また、こちらと混ざらないように、回路設計をする必要があります。で、今回は、250V ぐらいにしようっていうことを考えていたので、ここで1ミリ、2ミリですね。それからここに5ミリアンペアって書いてあるんですけど、これはちょっとポイントになってきます。ここで電流を取るときに、この抵抗を入れないと、ここの変動値で、電流が変わると、この抵抗に合わせて、フラ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 電圧が変わってしまうんですね。で、人によってはこう10倍ぐらいの電気を、無駄に流す、このことをアイドリング電流とか、まあ、車でなんかもう車とかバイクもアイドリングって言ってブブ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 ってやって、しばらく安定させてから走るとかってあるんですけど、アイドリング電流っていうのはやっぱこれもあってですね、ここで捨てておくことによって、この抵抗によって、まあ、例えばここの 1mA が多少、例えば 0.5 から 1.5 にこう変動したとしても、最終的なこの電圧の変動値を抑えられるんですね。そのためにここに、5mA 電気をあえて捨てます。それによってこの回路が安定するっていうのがあります。で、もう一つ効果があって、コンデンサーに、電気がチャージされちゃうんですね。で、そのチャージされた電気を熱に変えてくれるのも、要はですね、電源入れると電気がブワーって流れてきて、コンデンサーにバケツに水がいっぱい入るみたいな感じで電気が溜まります。で、バチンって切ると、この抵抗がついてないとこのコンデンサーの中に電気が溜まったまんまになるんですね。で、まあ置いておけば自然に放電はされるんですけども、こういう抵抗1本入れといてあげれば、その抵抗でそんな溜まってた電気が全部熱に変わりますので、まあ、安全性の面でもいいので、こういうものをぜひ入れてください。まあ、もちろん、入れないでも、アンプは作ることができます。ただこれは、安定度させるための、キーにはなってくるので、ぜひ入れてみてください。駆け足ではあるんですけども、一応電源回路の設計はこんな形にはなってきます。例えばですね、今回は 12X7 と 6A6 の2段の回路なんですけど、これがここが例えば 300B になって、 300B の 12X7 の1段、 12X7 がもう1段とかってなった場合は、もう1個ここ電源が増えて、こう増やすような形になってきます。あとですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、音にこだわりたい場合は、ここから分けてもらってもいいんですけど、左右でここまでは1個にするけども、チョークコイルからをこう左右2回路に分けるとか、ここを2回路に分けるとか、方法はいろいろあります。そこはですね、結局お金と手間のかけ具合で音が変わってくると。だから部品点数がちょっと増えると、音が変わって、こうステレオのイメージが良くなったりしてくるような、変化は見られると思います。そういうものもですね、ぜひ、今回はの回路では私が作るときはやらないですけども、もし自分でやられる場合は、そういうことも追試試験をしていただけると
こういうことで音がいろいろ変わってくるんだなっていうことを、体験してもらえるんじゃないかなと思います。これで、電源回路のお話は終わりになります。ここにチャンネル登録のアイコンがありますので、もしよかったら、クリックしていただいて、またいいねもですね、高い評価も入れていただければ、励みになりますので、また、よろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございます。